皆さん、こんにちは。兵庫県民、神戸市民、日本人の淡井圭介です。本日、2023年8月の31日、まあ、いつ撮影したかとかね、忘れるときあるんですよ。アップロード、YouTube にするときに、日付を打ち込まなきゃならなかったりするんですけども、結構間違えてるところあると思います。で、それでね、自分で、最初に、日付とか、言うようにしています。で、今回については、まあ、そごう・西武の売却の件ですけども、セブンアイ・ホールディングスがどうこうという話なんですけども、もともとね、もう世界中人口少子化で、特に百貨店っていうところは、その品物結構高級なものを置いてたでしょう。だからもう、もともと、そういうところに買いに行く人が、買いに行ける人って言った方がいいですね。もう売り上げもどこもあんまりないから、大した売り上げがね。で、正社員雇用でも同じですよ。ボーナスが出ないときは出ないから、これが現実ですから、で、それよりも先に家のローンとか、自分の年金を先かけておくこと。年金と厚生年金と余裕があったら所得税の控除で使えるから厚生年金基金と40歳超えても仕事あるかなないかなとかそういう先々のことを考えてね。で、もともと神戸市の JR の方の兵庫駅の近くに、JR の神戸駅の近くにハーバーランドというところがあるんですけども、そこにもともと阪急があったと思います。で、そこは、閉店して、で、結局売却っていう形になった時に、じゃあ誰が買うんですかって。で、仕事がない人とかがそこで仕事をするような形に結局なるんです。で、各エリアを分けて、各個人店舗みたいな形にして各個人で管理という形になるんですけども、もうそこからしてもう絶対無理なんですよ。もう人口ずっと少子化だから、これだけショッピングモールとか作った後で、さらにショッピングモール作ってしまってるのが行政なんですよ。それを20年も前から知るんですから。20年以上前から。無理なものは無理なんですって。もう建てないこと、本当に。これがもう本当の話。余計みんな、先に仕事してきた人たちが潰されるから。で、その設備投資とか回収できなくなる。結局。新しく作っても。例えば、この辺りだった、アリーの中町の、元トヨタがあったところに、トヨタ自動車さん。で、そこに、マクドナルドのドライブ、どうせドライブスルー付きだと思いますよ。2階建てのね、マクドナルドを出店しようとしてるんですけど、もともとマクドナルドは日本全国たくさん出店して、最後生き残りをかけて安値でね、勝負しに行って、で、それでもやっぱりダメで閉店していってるんです。本当に。これが本当の話。で、ここは、近くに、岡場駅というところがあります。まあ私の家からだと15分ぐらいです、歩いてですよ。で、そこにエコールリラというものがあって、複合施設で、もともと行政がお金出してるんですよ。で、そこに、マクドナルドがあるんです。ね。こんな一つの駅区間のところに、マクドナルドなんか作ったって、どうしようもないことぐらいわかるでしょ。そこにまたお客さんが集まって、他の店舗が潰れますか、飲食店が。で、だからその、エジプトのね、ピラミッドの時代を思い出してください。こんなことしても意味なかったでしょって、建設費とか人の労働力が無駄だったでしょっていうことを、みんながしっかりと覚えておかなきゃならない。だから、建設業界の人たちの窓口を小さくしてもらわなきゃならない。今しなきゃならないのは、老朽化した建物の解体。もう明らかにここはもう人住めない。もうこれだったらっていうところはいっぱいあるんです。そういったところ解体しに行ったくれたらいいんです。建築業界の人はね。で、そしたら、そこから金属が出てくるじゃないですか。例えば、ステンレス。台所だったらね。で、あとは配管関係。ほったらかしにしてたら、錆びるだけですから、海外から鉄鉱石とか買うぐらいだったら、他の金属もそう。それだって自分の国で、しっかりとリサイクルして、自分の国で使うような形にしないと。貿易輸出入。本当にデフォルトあります。国としての単位でね。ジンバブエはデフォルトしてアメリカのドルに変わったでしょ。アメリカに面倒見てもらってる方なんですよ。
で、アメリカからしたら、そんな国、そんな重荷背負いたくないよっていうのは本音。赤字の国なんかに巻き込まれたくないでしょ。で、ギリシャもデフォルトしたでしょ。だいぶ前に。かなりだいぶ前ですよ。ギリシャでオリンピックした後。東京オリンピックで9600億円以上使ったでしょ、まあ、もう、スタジアム関係も老朽化した後壊すだけで、もう最後、その辺の明石球場、兵庫県で言ったら、そういうところとかでいいんです、最終的にね。甲子園とかももう、その頃高校野球がどうなってるかにもよるんですけどね、宿泊施設云々の話があるから。あるものを大事に使ってたらいいんですよ。それしなかったらエネルギーの残存量問題があるから、ガスに関しては天然ガスは技術的に採掘可能埋蔵量世界的にですよ。50年分もないんですよ。で、石油の揮発したものは7割ほどが基本的に天然ガスなんです。採掘しながら、石油を採掘しながら揮発してるのを回収してるところもあれば、もともと石油層だったところが地面の中で揮発してガスになってるんです。天然ガスにね。で、石油の残存量も今年で私の見る限りでは50年、下回る可能性が非常に高い。これは国連の集計で数年後我々の方にデータが出てくる方なので、安倍政権の頃に、サウジアラビアで、技術的可能な埋蔵量の数字が動いてないと数年間。これどうなってるんですか？自分たちこれ採掘した量数えてなかったでしょって。ヨーロッパとか数えてたんですよ。ちゃんと採掘した量。だけども、サウジアラビアとかの一帯の国はしてなかった。カタールとかね。アラブ首長国連邦も日本からして石油の輸入してる国はサウジアラビアで表記してたんですよ。7割ほどがサウジアラビア。違う違う。アラブ首長国連邦とかカタールも混ざってるから。ガスで言ったらカタール。日本が設備投資して、日本の会社がその施設を作ってるから。で、急にね、世界的に技術的な採掘可能埋蔵量が急に変わったんですよ、石油が。2019年の頃、残り69年分って言ってたのが、計算ちゃんとしたら、ずっと、採掘したもん、計算しなかったんです。で、それを採掘、計算してもらったのは2020年のデータ。それは1年ぐらい遅れて、我々がインターネットとかで閲覧できるんです。まあ、世界国税税っていう本買ってもいいんですけどね。53.5 年分一気に。びっくりしたでしょ。これが現実。っていうことは、今頃、もう2003年でしょ。50年分ない。もう、消費量は年々上がっていってるから、今年で1日の消費量が1億バレル突破してもおかしくないんです、平均。1970年代ぐらいかな。1970年頃が、世界中のね、1日の消費量が、石油の消費量が、5000何百万バレル。で、年々増加していって、ここ近年で、10年ぐらい前かな、9000何百万バレル。だから今年ぐらいでもう1億バレル突破してもおかしくないんですよ。いや、無駄を省かなきゃならない。勝手に建設業の人たちに、身勝手に。解体の方に行ってくれるんだったらわかる。無駄に木切り倒したりとか、田植えができる田んぼのところとかね、元々の田んぼのところとか、そこに物流センター作ったり、もうそこの岡場駅の近くはそう、違う違う、元々阪神物流センターの伊藤ハムとか倒産して、建物ほったらかしになってるから、ああいうところ解体して、そこで物流センター作ったらいいだけ、他の物流センター、小分けされてる物流センター、そういったところも老朽化してるところは何件か見かけました。それ撮影しましたか、私の方で。だそういうところを、解体して、もともと道路とか、あんなとこ人通らないから、トラックも通りやすい。ワールドビジネスサテライトに出てる佐々木明子さんが技量不足。
まるで、建設業界の担い手がいなくなっちゃいますね、みたいな形で増やそうとするような発言をするんですよ。はっきりと言わないと。もう建設業界の人も余ってますって、解体業に回ってくださいって言わないと。そうじゃなかったらワールドビジネス立てられても何の資格がない。経済番組なんだから。日経新聞、母体が。持ち株、お互いの会社の。どこの、テレビ放送局も同じですよ。テレビ朝日だったら朝日新聞。もうみんなわかるでしょ。TBS だったら毎日新聞。フジテレビだったら産経新聞。日テレだったら、本当は日本テレビ放送も株式会社。で、読売新聞。だからね、百貨店っていう性質がそもそも、もう今の時代にマッチしないんですよ。高い値段で販売してるもの。それだったら先に家とか購入しなかったら、ある程度年金、確保してなかったら、老後、それでね、家のローンと固定資産税払いながら、みたいな形になるケースもあると思うんです、実際のところ。2700万円ぐらいの住宅で、ぐらいですよ。その前後、あんまり細かいことを言われたら僕もわからないんで、細かいっていうのは、一月の返済が7万1000だとか、7万3000だとか、その辺の違いって、もうあんまり細かいこと言われたら僕もわからないから、40年間の返済で、一月、7万円台。2700万円台の家でね、土地継ぎ建物。で、もともともう、車買うんだったらもう家買うの諦めた方がいいっていう、これがこの世の中の今の状況なんです。で、そんな状況なんだったらって、もう最初からある程度の築20年ぐらいで自分が老人になった時でも安心して住める、丈夫そうな中古物件に行くわっていう方が賢い、本当は。で、その方が、自分の体で分かる、体が軽くなるから、本当に。重荷になってるの、それ。自分の体の感覚、神がかり的な力とかの方。分かるから、分かるはずだから、本当は。ここの近くのね、マクドナルドさんなんか、鉄骨使っちゃってるの、2階建てで。本当は木造。木で十分。その火つけて放火して燃やすような人いないから。もう物大事にせなあかん、本当に。急にエネルギーの輸入が止まって日本人1億人以上餓死する。働いている人たちが分かってないんだもん。僕は教えなかったら。テレビ局のスポーツアナウンサーとか僕は教えなかったら分からないんだもん。本当に。たまに議員さんとかでもそれしっかりと分かってない人も存在します。ロシアはもう1万5000メートルまで地下掘ってくれてる方で、世界中で地下の空洞が大体でいいです。大体で約200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってるんです。石油の採掘とガスの採掘と石炭の採掘とウラン鉱の採掘と、あと金属類、鉄とか銅とかね、いろんなもの。錆びるから。もう左遷してますから、私の方で。車が入ってこないようにする歩道のね、円柱の黄色いものとか見たことある人はあるでしょ。あれ、この辺の、岡場の駅の近くのエコールリラの近くの交差点、結構坂上がったところ。済生会病院までは行かない。その手前の方の、大通りの方からの坂上がっていったら、あるから、僕はそれ根元の撮影してるんです。もう、空洞なんです。もともと中空洞なんですけども、もう、錆びて、下の方なくなってるんです。そのうちも放射、折れます。だから最初から河川に大きな石とか落ちてるから、それ拾って置いといたらいいだけ。そうすれば車なんか入ってこないから。ある程度の大きさ。もう高さ20センチもあったらいいんじゃないですか。だから大阪駅なぜ三越伊勢丹、
が出店してきたのかがわからないですね。大阪駅勤務も、私が大阪ヒルトンホテルで勤務していた時と比べて、百貨店とか増えてたんですよ。まあ、最初から無理設定。銀行がお金をたくさんジャブジャブ出して、証券会社と組んでたかもしれない。だからそれだったらもう、かなりの事件。消費税ずっと上がりっぱなしになったでしょ。もうこれが現実だから、しっかりと対応してもらわなければならないです。テレビの放送でね、そういうことばっかりテレビで言っておくんです。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。